はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。今日はですね、ひしおですね、万能発酵調味料のひしおを仕込んでいく方法を、お送りしたいと思います。まずですね、準備をします。で、材料は、このひしおの花というですね、名東味噌本舗さんのひしお用麹を使用します。で、これと、これ一袋が 550g なので、これに対してですね、お醤油を 600ml と水を 300ml 入れていきます。もう混ぜるだけなのですごく簡単です。で、今回お醤油はこちらのですね、岡本醤油さんというだけはこういった形で消毒をしておきます。そして、もうここにですね、ダイレクトに、ひしおを入れていきます。よいしょ、硬い。切れ目がついてるんですけど、ちょっと硬いですね。で、真空みたいになってるので、開けるとこうシャーッと空気が入っていきます。で、これこのままもうジャーッ、こんな感じですね。一袋すべて入れてしまいます。で、入れたら、他の、材料ですね、水 300ml を入れていきます。で、醤油と水入れる、順番はどちらでも構いません。で、水はミネラルウォーターではなくて、水道水を浄水したようなものにしてください。ミネラルウォーターだとやっぱり殺菌されているものが多かったりするので、微生物の、発酵を妨げたりとかするかもしれないので、ミネラルウォーターじゃなくて水道水を浄水した水を使っています。で、醤油ですね。醤油は、濃い口醤油を使っています。濃い口醤油が一番無難だと思うんですけども、再仕込み醤油とか使っていただいても、いいのかなと思います。こんな感じでもう全部ジャーッと入れていきます。で、これ500ml 入っていたのであと100足します。量を測らなくても大丈夫なので、だいたい600、300で、よいしょ、 OK です。で、入れていきます。で、入れたらもうあとは混ぜるだけなんですね。で、これ手でですね、混ぜていきます。こんな感じですね。ちょっとこう
こう潰すような感じでですね、ギュッギュッと握り潰すような感じで混ぜていきます。こう握り潰すような感じといっても、あの麹が乾燥していて硬いものなので、握り潰すことはもちろんできないんですけども、まあ、ギューッと潰すようなイメージでやっていきます。こんな感じですね。でずっとこうギュッギュッと握りながら混ぜていくと、こう白いアクみたいなものが浮いてきます。これが、旨味の成分なのかなというふうに思っています。まあ、こんな感じでですね、ギュッとやっていただいて、すごくいい匂いがしてきますね。お醤油のいい匂いがしてきます。やっぱりこのひしおを仕込むときに、大事なのはお醤油を、美味しいものを使うっていうのがすごく大事ですね。せっかく、自分でこう調味料を仕込んでいくときに、なんかこう安売りしているようなペットボトルに入っているような感じのお醤油を使ってしまうと、そのお醤油の味がまあダイレクトに出てしまうので、なるべくですね、ちゃんと長期熟成されている、天然醸造で作られたお醤油を選んでいただくといいと思います。こんな感じでですね、ひしおの麹というのは、麦麹と豆麹が合わさっているものです。でこんな感じですね、豆と大豆と麦が、見えると思います。まあ、大体混ぜるのはこれぐらいで OK ですね。もう混ぜるだけですごく簡単に仕込むことができます。はい、でこんな感じで仕込んでいただいて、であとですね、昆布を入れます。旨味を出すために、昆布を入れます。まあちょっと大きさは小さめなんですけども、こういった感じの昆布、これ出汁柄で十分です。出汁柄の昆布を、投入します。でこれもズボッと中に入れていきます。はい、で、これですね、とりあえずこれ仕込んですぐはもうすごく水分が多い状態です。シャビシャビの状態です。なんですけども、徐々にですね、その乾燥の麹が水を吸っていきますので、これから30分後とか1時間後ぐらいには若干状態が変わります。で、仕込んだその日はもうそのままでいいんですけれども、次の日から1週間ぐらいは毎日混ぜてください。で、まあ、2週間ぐらい経ってくるとかなり状態が変わってきます。でその前にですね、仕込んで3、4日ぐらい、まあ、季節とかにもよるんですけれども、3、4日ぐらいするとこの状態がものすごい変わります。めちゃくちゃ、水分がなくなってカラカラみたいな状態になります。でそういう状態になっても問題はないので、そのまま気にせずに、水分を足したりせずにそのまま、毎日混ぜ続けてください。で大体2週間ぐらい毎日混ぜ続けるといい感じのドロッとした状態になってきますので、そうなったら、非常に美味しく食べることができます。はい、はい、ちなみにこちらがですね、私が何年間かずっと育てて、継ぎ足しして育てているひしおです。こんな感じですね。はい、今ドロッとしていて、今ちょっと気温が高くなっているので、蓋を開けるとプクプク見えますかね。酵母が活発に活動しています。プク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 、音が聞こえますね。プク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 言っています。でこれを普段ですね、まあ、大体毎日混ぜているわけなんですけども、ここに長くこのひしおをずっと使っていきたいという場合は、量が減ってきたら継ぎ足しということをします。で継ぎ足しする場合なんですけども、新たに仕込むように別の容器でわざわざ仕込まなくても、こ
の大きな容器の中にそのまま麹と醤油とお水を足して継ぎ足しをするということができます。まあ、ここにですね、直接今日はちょっとやらないんですけども、この塩の麹ですね、塩の花、これをまたこの一袋全部開けてジャーッと全部入れます。開けてですね、このまま入れません、はい、で入れて、でお醤油とかお水もその上からジャーッともうこのままここに直接継ぎ足して入れていきます。そして、まあ、混ぜるですね。こんな感じで混ぜていきます。でここに中に大きな昆布が入ってますね。こんな感じで結構こう伸びてこんな感じのものが入ってます。でこういう感じで大きいサイズの昆布を入れておくと、これちょっとですね、いい感じになってきたら取り出して、これでなんかお肉とか魚とかつけるということもできますので、大きいサイズで入れておくといいですね。こう旨味を足すために昆布も入れています。でもずっと入れっぱなしでもいいですし、頃合いが、いいところを見て、出して何かお魚とかお肉とかをつけるとのに使っていくのもいいかなと思います。でこんな感じで、まあ、混ぜてですね、置きます。でこの混ぜた時手についた皮塩ですね、これもこのままだとちょっともったいないですよね。なのでこれをちゃんときれいに拭ってですね、手で拭って、まあなんかつけてもいいですし、横になんかお肉とかお魚とかあらかじめ用意しておいて、でこの手についた皮塩でそのお肉とかね、お魚とかをつけるっていうのもありなんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、今回は皮塩の、仕込みの方法と、継ぎ足しの方法をやっていきました。